ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢。有名人が自分の好きな武将の名前を挙げてるのって聞いたことないか？あるある。どの武将を選ぶかで、その人の生き方の理想や、人となりが見えてきたりするものよね。有名なところで言えば、俳優の武田鉄矢さんが熱烈な坂本龍馬ファンだろ。ロンドンブーツ1号2号の田村敦史さんは伊達政宗ファン。女優の杏さんは島津義弘ファンなんだそうだ。島津義弘？あんまり聞かない名前だわ。関ヶ原の戦いにも参戦した、熱血男で慈悲深い戦国武将だそうだ。アンさん、かなりマニアックだよな。へえ、いろんな武将がいるもんね。中でも人気がある武将って一体誰なのかしら？一般の人に向けたアンケートでは、織田信長、豊臣秀吉、伊達政宗、真田幸村、武田信玄あたりが上位にランクインするらしいぜ。織田信長、豊臣秀吉とくれば、徳川家康って名前が入っていてもおかしくないわよね。そこなんだよ。言わずと知れた江戸幕府の大将軍なのに、家康って他の戦国武将に比べてなぜか人気がないんだそうだ。織田がつき、橋場がこねし天下持ち、座りしままに食うは徳川って、歌もあったりするくらいだぜ。初めて聞くわ。どんなことを読んでいる歌なの？織田信長が足がかりを築いた天下統一を、豊臣秀吉が引き継いで完成させたのに、徳川家康は何もせずにそれを横取りしたって風に、家康をディスってる歌なんだぜ。そこまで言われちゃってるとは知らなかったわ。でも確かに、大河ドラマなんかに登場する家康って憎まれ役として描かれることが多いかもしれないわね。そこで今回は、戦国の世の成功者であるはずの、徳川家康が日本人に好かれない理由について紹介していくぜ。マリサ、ぜひ教えてちょうだい。それじゃあゆっくりしていってね。まずは徳川家康が天下統一を果たすまでの、いわば成功ヒストリーってやつをざっくり説明していくぜ。そうね。好かれない理由を把握するためには、その人物を知っておく必要があるわ。1543年、家康は愛知県岡崎城で生まれた。幼少期を今川家や織田家の人質として過ごし、15歳で初陣を飾った。桶狭間の戦いでは今川軍の先鋒として出陣したんだが、今川義元が織田信長に撃たれてしまうと、今川氏からの独立を図るんだ。叔父の仲介で、信長との和睦に成功した家康は、今川氏と決別、信長と同盟を結んだんだ。清洲同盟ってやつだな。そうしてどんどん勢力を拡大していく。その頃家康さんは20歳そこそこよね。大したものだわ。そうだな。今川氏を制して三河の国を手中にしたのが23歳の時だ。やがて織田信長が本能寺の変で死亡すると、信長の仇討ちを果たして勢力を強めていった豊臣秀吉と、家康織田の部活連合軍との間で合戦が勃発する。これが、小牧長久手の戦いだ。織田の部活って信長の息子さんかしら？そう、信長の次男だ。この戦いは、秀吉が講和を申し入れることで休戦になるんだが、その後1年余り続く秀吉からの和解交渉を受けて、家康は秀吉への心中表明を決意するんだ。秀吉って一番のライバルだったのよね。どういう心境の変化だったのかしら？相手敗者になってやることで秀吉に恩を売れるし、後の得策になるって計算したんだろうな。その後の豊臣政権では、五大老の筆頭として大いに権力を握ることになったんだぜ。五大老、一体どんな役目なの？政権の実務、行政、財政、土木なんかを担う御奉行の上に立つ、顧問的な役割さ。現代で言ったら、内閣の国務大臣ってところかな。ふん。随分頼りにされていたのね。秀吉からすれば主君信長の盟友だった人物だからな。とはいえ、秀吉は心の底では家康を恐れていたんだろう。家康の領地を、政権の所在地伏見から遠く離れた江戸へと移したんだからな。そんな豊臣政権も、秀吉が病死すると勢力争いが巻き起こる。それが関ヶ原の戦いへと発展、敵対勢力を一掃したのが家康だったってわけさ。60歳にして家康は念願の天下統一を果たし、1603年、江戸に幕府を開いた。ここまでが、ざっくり家康の成功ヒストリーだぜ。ありがとう。大体の流れはつかめたわ。さて、ここからが本題だ。家康はなぜ日本人に好かれないのか、その理由を紹介していくぜ。待ってましたー。まず一つ目に、我々日本人が好むヒーロー的要素が家康にはないってことさ。かっこいい、正義の味方みんな大好きみたいな。そうそう。例えば、織田信長には戦場で華々しく活躍するかっこよさや、志半ばで潔く散った悲哀があるだろう。豊臣秀吉には、農民の子から天下人への仕上がっていくワクワクしたストーリー性がある。人気ランキング上位常連の伊達政宗は、幼くして右目を失明しながらも、そんなことをものともせず、他国を攻め進んだ武将だ。芸事や学問にも長い、と派手な武装で注目を集める、自己プロデュース力も持ち合わせていたんだぜ。
彼らに比べると徳川家康っていう武将には、秀でたドラマチック要素みたいなものが欠けているんだよな。確かに、家康を主人公に大河ドラマを作るとなったら、どういう風に見せ場を作るのかって難しいかもしれないわ。二つ目は、日本人の好きな義理人情を微塵も感じさせない薄情な性格だ。はじめは今川軍についていたのに、吉本が織田信長に撃たれたら、すぐさま今川と縁を切って信長と同盟を結んだだろう。家康はそれ以前、今川義元から、元の一文字をもらって元康と名乗っていたくらい、幼い頃から関係が深かったというのにだぜ。豊臣家に対してもそうだ。関白秀吉の前では忠誠を誓いながらも、自分が征夷大将軍の座につくと、あの手この手で豊臣家を滅亡へと追いやったんだからな。そこまでドライに割り切れるってのも、一種の才能かもしれないわね。三つ目は、狸親父と呼ばれるほどのずる賢さだ。さっきの成功ヒストリーでは触れなかったが、こんなエピソードがあるんだ。家康が三河の大名だった頃のこと、領内での一向一揆が彼を悩ませていたんだが。一向一揆って何？浄土真宗の門徒たちによる、家康の領国支配への反乱って言ったらわかりやすいかな。家康の家来で一揆側についてしまう者もいたくらい、深刻な危機だったそうだ。仲直りの条件として、家康は一揆が起こったお寺や道場は元のままにすると、約束して一揆側を解散させるんだが、事態が落ち着くと、そのお寺や道場をごっそり取り壊してしまうんだぜ。元のままにするっていう約束だから、元の原っぱに戻したんだって言ってな。うわ、小賢しい、さすがたぬきじじい。他にもあるんだぜ。関ヶ原の戦いが始まる前、秀吉の正妻と仲良くなることで、自分の悪口を言わせにくい状況を作っていた。とか、秀吉直下の大名たちに俺は、加納上杉謙信ともため口を聞いていただの、武田信玄とは五分の戦いをしていたとホラを吹きまくって、自分に尊敬の眼差しが向けられるよう仕向けていた、とかな。彼の言うことが本当かどうかなんてわかりゃしないものね。今みたいにネットで調べるとかできない時代だったんだから。そもそも家康のように義理人情がない人、ずる賢い人、自分のことしか考えない人っていうのは、ただでさえ嫌われるタイプだ。そんな人物が、結果として、成功者になったってパターンじゃ、人気者になれないのも当然といえば当然だよな。日本人っていうのは成功者に対して、やっかんだり、妬みそねみを抱いたりしがちな民族なんだからさ。天下統一って偉業を成し遂げたのは素晴らしいけれど、それまでの過程がね、素直に尊敬できないっていうか、どうだ、霊夢。家康が好かれない理由をいくつか挙げてみたんだが、彼に対するイメージは、なんだか悪いイメージしかなくなっちゃったわよ。そうか。説明しておきながらなんだが、家康のアンチを増やすだけってのもちょっと心苦しいからな。一応フォローも入れておくぜ。ふむふむ。聞いておこうじゃないの。150年にわたる戦乱の世に終止符を打った家康が、そこから築き上げた江戸時代は、250年以上外国との戦争や大きな内戦のない平和な時代になったんだ。世界史上例のないその功績が後に評価されて、家康は今や神として崇められているんだぜ。霊夢は、栃木県の日光東照宮って行ったことはあるか？まだ行ったことがないのよね。そこと家康にどんな関係があるっていうの？家康は、そこに東照大権現という呼び名で祀られているんだそうだ。日光東照宮って世界遺産に登録されているところよね。行ってみたくなってきたわ。もしも家康が生きていた時代にノーベル賞があったなら、間違いなくノーベル平和賞が与えられていただろうって説もあるんだぜ。それを聞いたら家康って人が、なかなかの好人物に思えてきたわ。私って単純ね。2023年の大河ドラマはなんと家康が主人公になるらしいぜ。そのドラマを見て、アンチからファンになる人も増えていくかもしれないな。そうなのね、家康の人生がどんなドラマに仕上がるのか、興味が湧くわ。さてと、霊夢。今回はここまでとするぜ。ありがとう、マリサ、またいろいろ教えてね。オッケー、楽しみに待ってろよ。皆様、ここまでのご視聴ありがとうございました。またゆっくりしに来てねー。